にちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました、今年やり残したことをやっておこうのコーナーでございまして、本日は幡ヶ谷にあります麺屋ここやつさんにお邪魔しておりまして、ここのラーメンといえば背脂なしでは生きていけないという飛ばしすぎてるキャッチフレーズでおなじみなんですけれども、前回初めて来た時は背脂の量をマックスではなくて普通量にしちゃったんですね。でもそれがめちゃくちゃ美味しかったので、今回はマックスの背脂量にチャレンジしてみたいと思います。こちらになりますね。はい、と全部のせいってみようかな。迷ったらこれ全部のせって書いてるから、今回は全部のせで背脂もいっちゃいましょう、はい、そして背脂の量、今回鬼油でお願い、背脂はい、はい、お願いします。入店しまして、相変わらずこちらモアイ君もいてくれてますね。そんで待って待って、前回来た時のサインも飾ってくれてます。すげえ。萌えあずさんとカジエモンの隣、はい、じゃあ鬼油の線の線の線、うわすごい、はい、はい、アピニングつけてください。うわー、来ましたよと、来ましたよと、すげえ。こちらが鬼油全の線でございます。トッピングも相当豪華なんですね。で、玉ねぎでさっぱりさせてくれてる感じがありますが、油の量ですよ。いただきます。ちょっとすくってみましょうねたまんない、やっぱうまっ。ミスリケル煮干しスープっていうんですかね、どんどん飲みたくなる、うん、麺も背脂たっぷりのスープとね、めちゃめちゃ合うんですよ。これで絡んで、ほら麺を取った跡地ももうめちゃくちゃうまそうでしょ。うん、うん、このまま具材の存在忘れて全部いっちゃいそうなほど麺がやっぱ進むな。では肉巻き麺の方もいきましょうかね。おいしょ、おいしょ。ちょっともうちょっと肉が見えなくなっちゃいましたが、跡地はやっぱりうまそうですね。追い肉巻き麺もいきましょうかね、はい、ではもう具材もちょっとねこうほぐしていって、スープに溶かしていく感じで、めちゃくちゃだよね、めちゃくちゃだけど最高の光景。とにかくダイナミックだよね。今度は具材を絡ませ切った麺、ほら、うん、そんで追い肉巻き麺ですね。ちゅるり、卵さんも割っていきましょうか。よいしょ、よいしょ、はい、ちょっと沈めただけで卵が全部隠れるくらい背脂です。ほら出てきます。そんなわけであとはスープが残ってるだけかと思いきや、こうしてみるともう背脂なのか具なのかもう分かんないくらいの背脂です、うん、クピ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 、ごきゅごきゅ。そんなこんなで今日のところはもうこの辺です。最後の一口しておきましょうかな。でもやっぱ美味しそうだよね、うん、もう一口というわけでラーメンここ屋さん食べてきましたが、こんなに背脂が濃いのにすっきりと煮干しの効いたスープ、そして口の中で心地の良い麺、今回も最高でございました。お腹も全部のせなのでいっぱいです。それでは今から牛丼行きましょう。